刀剣乱舞武装全キャラ必殺技集。少し本気を出す。これでどうだ。あっ、行くぞ。はっ、悪いが俺も譲れんよ。三日月宗近、初期状態からかなり強いキャラクターとなってます。特にこの打ち上げ攻撃、基本的にこれで攻めていって OK です。行きますか。サッダルマ・プンダリーカ・スートラ、妖刀伝説に惑いなさい。戦後村正、隙が少なく使いやすいキャラクターです。特に最初から覚えてる打ち上げ、そして後から覚える周囲攻撃、これがかなり使い勝手がいいですね。どうした、近寄れんか。どうした、いや触れれば切れるぞ。近寄せ、蹴散らすまで。トンボ切り、最初に覚えている打ち上げ攻撃がかなり強いので使いやすいです。そして一番最後に覚える固有技、これが範囲が広いのでさらに強くなりますよ。貴様への仕置きだ。せや、首を差し出せ。せめて雅に死ね。河川兼様、最初から覚えている打ち上げが若干隙がありそうに見えるけども、2回目をキャンセルしていくと結構使っていけます。これ以上好きにはさせん。やや、もう二度と失わない。はあ、お覚悟。義満の名は伊達じゃない。一度一度振り、後で覚える周囲攻撃、そして固有技の横への範囲がかなり広いのですごく使い勝手がいいです。よし、突撃だ。やった、最後だ。俺だってやりますよ。山蔵藤四郎、通常攻撃が速く使いやすいです。しかし技の出が遅いのでうまくキャンセルを使っていきましょう。行かせてもらうよ。懐に飛び込めばこっちのもの。そこで正宗の実力分かったかな。日向正宗、最初のうちはちょっと使いにくいイメージでしたけども、固有技を覚えてから劇的に強くなりました。逃しはしない。押し切る。俺の刃は防げない。へしきり長谷部、技の出が遅く若干隙があるんですけども、キャンセルをうまいこと使って戦っていきましょう。熱くなってきやがった。
貫かせてもらうぜ。塚まで通ったぞ。ヤゲン東四郎、通常攻撃そして打ち上げ攻撃が出が早く使いやすいです。そして固有技当てやすくって気持ちがいい。ここからは逃がさん。ああ、そこだ。なぎ払うだけだ。ともえ方なぎなた、とにかく固有技がめちゃくちゃ強い。これをやってるだけで大体のやつには勝ててしまいます。さて、ちょっと遊ぶか。やっと見えた。負けるわけにはいかないよな。ふっ、遅い。驚きも何もないからな。鶴丸国永、全ての技が使いやすいです。しかし技の最後に隙ができるので、しっかりとキャンセルを使っていきましょう。始めようか。防御しても無駄だよ。ここで華麗に決めてこそだよね。食大切り三草だ。最初から覚えてる打ち上げ、そして後で覚える固有技、めちゃくちゃ使いやすい。俺は一人で戦い抜く。ふっ、ふっ、どけ。誰の手も借り、死ね。俺一人で十分だ。大振りから、最初のうちは攻撃範囲がちょっと短めなんですけども、後になるにつれてものすごく広くなってきます。俺を写しと侮ったこと後悔させてやる。切る。はあ、俺は偽物なんかじゃない。ヤマンバギリ国広、攻撃が速く隙も少ない。おすすめ攻撃は打ち上げです。速やかに済ませようか。そこだ。ぶった切ってやる。こうだ。敵に死を与えたよ。山間切り長義、国広と同じく攻撃が速く隙も少なく使いやすい。もちろん打ち上げも強い。